はい、どうも始まりましたウサブチャンネルです。今日はねアヒルの成長記録の動画となります。アヒルがね、大体どのぐらい大きくなったのかを今日は見ていこうと思います。もうね大体、生後3週間近く経って、アヒルの状態は今こんな感じです。じゃん、こんな感じで大きくなっています。この子たちもね、家の中だとねだいぶねやっぱ匂いが出ちゃったりするのと、最近ね深谷花鳥カフェさんにねお邪魔した時にね、ちょっとくちばしの色と足の色がねちょっと薄くなってきたっていうねお話をねさせていただいたんですけど、どうやらね、これもしかしたら日照不足とかねそういうのがあるかもしれないということで、もうね外に出して大丈夫ということなので、こういう感じのねペットゲージって言えばいいんかな、これがね昔、飼っていた犬のであったので、これのペットゲージをね、もともとここにピザ窯作ろうと思ってレンガを敷いたんですけど、結局ね、ピザ窯作らなかったので、こんな感じに作ってみました。はい。こんな感じですね。で、本当にね、大きくなってきてね、今ね、水に入った後なので、毛がちょっとまとまっているんですけど、だいぶね、こうやって白い部分もね、出てきました。ね、出てきたよね。はい。で、こうやって野草もね、よく食べてくれてるので、あげています。でね、毛がね、やっぱり黄色い毛がね、だいぶ、抜けてきたので、もうそのうち白くなっていくんかなと思います。うずらと同じであれば、体から、生え変わって最後頭っていう感じだと思うんですけど、多分同じような感じなのかな。そんな感じだと思います。美味しい。美味しいかい。はい、こんな感じでアヒルの成長の方を見ていただきました。いかがですかね。だいぶね大きくなってきてたくましくなってきたと思うんですけど、まだまだね、まあ子供っちゃ子供なので野生のね獣たちに襲われる可能性もあるので、サークルの中に入れて僕がいる時だけ外に出すようにしています。はい。で、まあどんどんねこうやって食べてね大きくなってもらえればいいと思うんですけど、やっぱりね匂いがね最近出てきたので、こうやって水浴びなど、OK でさせてあげたりとかしています。アヒルたちはねだいぶね楽しいみたいでね、こうやってバチャ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 って言ってね遊んでいる感じなんですけど、もうご存知の方もいると思うんですけど、先日ね、あの YouTuber のワニさんがこのアヒルたちを見にうちにね来ていただいて、撮影していってくれました。そちらの動画の方もワニさんのチャンネルで見られますので、ぜひご覧いただければいいかなと思っております。じゃあまあね、こうやってアヒルの成長スピードが速いのでちょこちょこ動画も、作ってあげていこうと思うので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。はい、そんな感じで以上ウサウズチャンネルでした。今回もご視聴ありがとうございました。